主人公小さな恋人たち、アンドレアとジャンはクリスタルの星に願いをかけました。ジャンの家から遠くへ引っ越すことになり、このクリスマスは二人にとって一緒に過ごせる最後の日だったのです。あの子たち、まるで小さな恋人たちね。遠くに引っ越すのがかわいそうに思えてきたわ。ちゃんと会えなくなるのは寂しいだろうな。本当に仲のいい二人は大人から見ていても微笑ましかった。またこうして一緒にクリスマスをお祝いできる日を待っているわ。きっとあのクリスタルの星は二人の宝物になるよ。
就任されたジャン・クロード支配人です。お疲れ様。とっても素敵なショーウィンドウになりそうだ。さらに街行く人の目を楽しませられるようにもう一頑張りしてください。間違いないわ、あの星の美、幼馴染のジャンだ。でも彼は私に気がつかなかった。仕方ないわ、ずいぶん時が過ぎてしまったもの。でも会えて嬉しいわ。そうだ、このツリーをショーウィンドウに飾っておこう。ジャンが気づいてくれますよ。Christmas night, guided by a crystal light, snow was falling.
12時になったらクリスマスが終わってしまう。クリスマスの約束はただの子供たちの夢だったのか。12時になったらクリスマスは終わってしまう。お願い、ジャンに合わせてクリスマスの約束を叶えて。
この星は僕たちをいつも見守ってくれるよ。大人になったら私たちをずっと一緒にいさせてください。きっとそうなるよ。心配しないで。メリークリスマス、アンドレア。メリークリスマス、ジャン。あなたの胸の奥に輝く純粋な思いはきらめきを失うことなく、いつまでも輝き続けるのです。あなたと共にあるのです。クリスタルの清らかな光はあなたの心の中にある純粋さに届き、永遠にあなたの愛を照らし続けるのです。メリークリスマス。You keep in your heart never fade and shine for all time. Treasure the promises you make with your loved ones, and the hope that it brings shall stay with you always. And may the gentle light of the crystal, the symbol of that hope and innocence, guide your way, bringing you warmth and love forevermore. We wish you